Hanyu Yuzuru to retire from competitive skating. After the press conference, Hanyu showed up in many Japanese TV programs. He answered 10 questions from fans, such as what was the most intense match? Let's check it out with us. では、1問目。はい。プロスケーターとしてリスタートされるお祝いとして、ドラえもんの秘密道具の中で一つだけもらえるとしたら、羽生選手、何が欲しいですか？どこでもドア。どこでもドア。さあ、2問目。今まで行った国で好きだったり印象的だったところはどこですか？フィンランド。フィンランド。3番目。今までで一番緊張した大会は何ですか？悩んでる悩んでる。ソチオリンピックのフリー。はい。4問目、よく言ってしまう仙台弁教えてください。イズイ。イズイ、どういう意味だよ。さあ、5問目いきますよ。フィギュアスケート関連以外で何か挑戦したいことはありますか？今はダンスです。ダンス、ポップダンスやりたい。ポップダンス。6問目、最近のマイブームは何ですか？マイブーム、柔軟体操。柔軟体操ですか、それが。柔軟なんで来ることあるんだ。お豆腐は絹派ですか、木綿派ですか？ここに来て何でか。絹でした。はい、8問目、はい、私は未だにホラー映画が見られないのですが、怖いものってありますか？多分怒られると思うんですけど、一番最初に習った女の先生です。北海道勝ったんや、最初の先生。9問目、野球をやりたかったということですが、もしプロ野球選手になっていたらポジションどこでしょう？セカンドです。セカンド。さあ、守備やりたいし。10問目いきましょう。何でも器用にこなされる羽生くんですが、はい、苦手なことはありますか？基本不器用なので。いや何苦手かな。何でも苦手です。スケート以外苦手です。苦手なんや。